ハリー・ダ・フィールド・ストービーは19世紀のアメリカメジャーリーグの外野手、ペンシルベニア州フィラデルフィア生まれ、史上初の通算100本類打、史上2人目の500盗塁を達成した瞬速強打の選手、プロ野球選手としてのキャリアを1880年、ウースタールビーレックスで始める。1年目から本類打王と三類打王を獲得し、鮮烈なデビューを果たす。 1883年にアメリカンアソシエーションのフィラデルフィアアスレチックスに移籍し、本類打王、得点王、超打率1位の高成績でチームをリーグ優勝に導く。1890年にプレイヤーズリーグのボストンレッツに移籍し、トール王を獲得。チャールズ・ラドボーニア・ダン・ブローザースといった強力なチームメイトもおり、リーグ制覇した。1891年は、 黄金期を迎えていたナショナルリーグのボストンビーンイーターズに移籍し、本塁打王を獲得。ジョン・クラークソン・キット・ニコルズらと共に8年ぶりのリーグ優勝に大きく貢献した。これ以降は衰えを見せるようになり、1893年ブルックリン・グルームズで現役を引退した。引退後はマサチューセッツ州ニューベッドフォードで警察官になった。 1937年ニューベッドフォードで死去。80歳だった。ありがとうございます。